クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回はワールドリーグベースボール全クリすることができました。だいたい40時間ぐらいかかりました。ワールド一部ですね。これがリーグでいうところの一番最後、ワールド3部2部1部ということで、最初が、アジアからスタートして長かったです。すごく長かった。基本的にはストレートに勝ってきて、もう最後だけですね、このワールドベースボールリーグの2部と1部、ここがやっぱり行き来したしばらくで、この育成のコツというのを、まあ後半やっと分かったので、今更ですけど、ちょっと紹介させていただこうかなと思ってます。まずはこれ右上ニューって出てます、ショップニュー。これ1日2回ぐらい出るかな。これはここのこと、右下のアプリと同じですね。100ジュエルでいいかな。100ジュエルもらえるよということで、ここでジュエルもらいます。なぜか同じくショップでも100ジュエルそれぞれもらうことができます。そしてこのゲームポイントになってくるのが上限解放ですね。選手の上限解放っていうのがすごく重要になってきてて、最後の方だいたいこれぐらい110かな、総合値110から120ぐらい欲しいところで、確実に勝ちたいと130ぐらい欲しいかなと。でレベルで言うとこう17とか15ぐらい欲しいかなと思うんですけど、これは上限解放どんどんしていってて、星の数ですね、これも5個になってるんですけど、まあ星の数は正直そんなに難しくはないかなと思います。ピース集めるだけなので、ピースのガチャをさっさと引いてしまってもいいし、問題は上限解放ですね。ここじゃなくてどっちで見ようかな。例えばこの選手成長のところで同じカードを集めていくと上限解放して、レベルを上げることができるんですけど、レベル19に上げるには60枚いります。レベル20に上げるのも90枚とかかな。もっと必要な、選手によってはですね、カードのレアリティによってはもっともっと必要なものも出てきます。でこれどうするかっていうと、もちろん方法の一つとしては他のカードを溶かすっていうやり方があって、これ上のところ経験値、これ経験値上げるのにどんどん持ってるカードを溶かしていくと貯めていくことができます。でもこれで言うとあと、60まで必要やから、なんぼですか、31枚いるんですよね。だからここの経験値が31回この80、850をクリアしていかないといけないので、めちゃくちゃいるんです。で、まあ、強いカードを入れれば、例えば極端に言えばレジェンドカードとか入れたら、これだけで一挙に、全然伸びてない。レジェンドじゃなくて枚数でいけるかな。枚数23枚、それでも全然伸びないですね。なかなかちょっと現実的ではないと。これレアリティの低いカードなら結構いけるんですけど、この選手だとメジャーっていうレア度なんで、そんなに難しくなかったんですよ。まあ難しいのは難しかったけど、この選手一人だけですけど、レベル20にしようと思ったらとんでもなくお金がいる。もう何十万、100万ぐらいいるんかな。めちゃくちゃいると思うお金。なので、いや言い過ぎかな。自信ないな。50万ぐらいはいるんかな。他の選手ちょっと一緒に上げてたんで、ちょっとここは不確定なんですけど、大事なところ。選手獲得のスカウトです。ここめちゃくちゃ大事。ここで自分が育ててる選手がいたら買うと。このジュエルもここで買うために貯めとくぐらい。ボックス引いてもなかなか上限解放されないです。同じカード、一定のカードは出続けるんで、何人かは解放できるんですけど、まあ、ここに載ってるような、そうですね、パーシバルは出るかな、ジンロンとかペニャガル、出なくはないかな。ちょっとでもピンポイントに狙えないので、ここで欲しいカード、自分が使ってるカードを買います。そして左下更新、1日に3回できるので、うちで言うと今このケンドリック・キルゴアって選手も育ててるんですよね、2軍でね。なので選手買うと。あとは、ま、一応、ゴードンも、7枚ですからね。結構、枚数的には美味しいので、買っとくかな。これがさっきの経験値でいう、マックスになったやつが7回クリアしたものになるので、すごく価値が大きい。あ、
ミスターブルッド。この選手、育てたいんですよね。で、どうやら、現実の誰かには寄せてるっぽいんですよ。後でそれちょっと見てもらいたいんですけど。ロア、まあ、安いけどなぁ。いらんかなぁ。で、ここでカード買うのと、あとドラフトで言うと、お金が余ってれば、ここですね。一番右端。でも上限解放が絡んでくると、正直、お金の方が大事になってきます。だいたい80万ぐらい持ってたんですけど、ほとんどその一人育てるのに使い切ってしまったんで、とにかくお金は必要である。ナップラジョイ6枚。これは嬉しい。美味しいのはこれかな。一番端、2000ジュエル使うんですけど、強いカードが出やすいと。で、まんべんなく出るんですよね。特別販売は、5枚ぐらいかな。同じカードで回ってる感じがします。僕のこの端末でになるんですけど、買うと大体まあ5種類ぐらいの選手がキャッチャーピッチャーで出てくる。で、同じく内野手もそれぞれまあ2種類ずつぐらいかなっていう感じなので、いろんな選手の上限解放ってなるとなかなか難しいのかな。ただこれは絶対買わないとダメなんですよ。このカード、このシミュレーションプレイチケットってまあスキップカードですよね。これないとこのゲームは終わらないです。こんなん一試合一試合やってたら、後半とか40試合、44試合とかあるんで、とにかくここをこのシミュレーション使って飛ばしていく。こうやって、お、すごいと。これをしないと、普通にやってたら終わらない。で、獲得ポイントがあって、で、投げたピッチャー見れて、ここも見るの大事です。負けた時、ここのピッチャー誰やったか。結構リリーフで負けてたりとかするんで、おー、すごい音。ね、造形のソックスが1位になってると、まあ、多分いけるかなと思うんですけど、ポスト受け取り。で、インベントリーじゃないわ。チーム管理で誰か、さっきので、ほら、ジンロンって、スカウトで勝った選手ですね。これマックス100なんですけど、成長に、3回目とかやったら140円で済むんですよね。でもこれ、すごい音やな。メジャーの選手、これレジェンドなんですけど、メジャーのデミアン・ハンソン、これ最後レベル20にするときに8万5000円とかかかりました。1回レベル上げるだけで。だから、レベル15ぐらいから一挙にお金がもう数万円ずつ飛んでいくので、相当このマックスにするのは難しい。で、これマックスにしても強くないんです。なぜかというと、これ打たれてますよね。なぜかというと、数値的には124ってうちで多分一番上のピッチャーになってくるんですけど、ここ、変化球の球種のまあ球威ですね。多分ゲームでいうところの球威が上がらない。ここがめった上がらないので、めっちゃ弱いんですよね。81とか98とか。これ、例えば、誰がいるかな？ゾイスターとか、こんな感じですね。168とか、105円が当たり前ですよね。すごいな。なんか、特殊能力目覚めてんな。多分、ラップソクラテスとか、この辺、まあ、でもそんなに上がらないかな。こう、能力目覚めてくれれば大きいですけど、これでもオールスターの選手なんで、オールスタークラスになれば、多分そういう、ランクに応じてこういったことが起きるかと思うんですけど、メジャーはそれがない。もともとメジャーでも結構器用な選手もいたりはするんですけど、ほら4球種持ってたりとか。でもまあシンカーが51とかなんで、ここがまあ少しずつは上がるかもしれないけど、ビビたるレベルなんですよね。だからオーバー、さっきのハンソンで言うと、ほら球威、球速、守備とか、この辺の数値は基礎体力がめちゃくちゃ上がってるんですけど、あくまでこの変化球自体の、これは変化量なのかな？ここに球威が乗ってるからね。ちょっとわからないけど、個別の差で言うと変化量かな。ここが育たないんですよね。なので、結局打たれると。ただまあ、育てやすいから面白いんですよ。この上位のカードになってくると、その、
集まることがまずないので、この7枚とか5枚とかこうレアカード出ないからなかなか育成できないんですけど、オールスターだとカードが出やすい、そしてメジャーであればすごくたくさん集まってくるので、こういう感じで上限開放しやすいですね。値段も序盤は安いし、さっきラップソクラテスってもうこれももうだいぶあれか、あ、ナップラジョイか、ナップラジョイも全然カードがたまらなくなってきてますね、レベル8でね。あ、これさっき取ったね、ケンドリック・キルゴア79、これ成長させてみます。81、地道な作業ですよ。かなり地道やけど、ちょっとずつ育成していってチームに置くと、なかなかね個性的なキャラクターたくさんいるし、投げ方も面白いので、もうどうしてもやりたいというのであればとんでもなくお金かかるけど、もう捨ててるかな、このノーマル選手とかね、このあたりからこう見た目で気に入った選手を育てていくっていうのも面白いのかもしれないんですけど、まあ最終的にやっぱりどこかで元のカードの差が出てしまうかなと思うんですけど、まあでも面白いよ。で、先ほどちょっと途中で話飛び飛びなんですけど、このゲームのキャラクターが誰かに似せてるっていうところがこちらですね。わかりますか？大鳥翔太さんね、特殊能力ショータイムですね。もう皆まで言わずとも伝わると。Steam のみのゲームになってて、雰囲気的にはすごくアプリ感がある。もうほぼアプリなんですけど、まあ、アプリを体感できるっていう感じかな。実際には課金するような要素はなくて、十分そのアプリっぽい上限解放だったり、試合展開、試合もすごいリアルなんですけど、ちょっとすると長いので今回は、省こうかなと思ってるんですけど、いくらぐらいやったかな、あのSteamでセールになったりする、セール対象になるゲームだと思います。セール対象の時に買ったので、でまあクリックするだけのゲームというふうに紹介されているところがあって、実際まあ対戦もするけども、マウスのみでの操作になってくる。マウスとまあ、W、というだけなんですけど、そうね、でも面白かったかな。僕はもう40時間以上楽しめたかなと。この選手のね、更新情報とか 見るのも楽しいし、上限解放も楽しいし、ということで、めちゃくちゃ遊ばせてもらったゲームでした。ここをうまく取り入れて、このスカウトで欲しい選手を取るっていうことを繰り返、あ、もういけよ。まだいけた。ラップソクラですね。この辺が僕が育ててるパーシバルもそうですね。あ、すごいいっぱい出てる。ペーニャガルシアも育てている。右上のミスティローズも育てていると。選手数すごい多いんですけど、やっぱり、名前覚えても楽しいね。すごくね。あ、この選手だ、あの選手だっていう風になるので、ぜひぜひ、もしもやって、多分やっておられる方が検索に来るかなと思うんですけど、負け出したら止まらんし、結構途中でお金だいぶなくなります。なので、勝たなければお金稼げないゲームやから、でも自分の操作でしてたら永久に時間かかってしまうんで、うまくそこは、この特別販売のここですね、シミュレーションプレイチケットを定期的に貯めながら、スカウトで選手を獲得しながらですね。で、ドラフトもできたら、一番下でも面白いですね。ここは結構どれも面白いかな。それなりにいろんな選手が登場するので、お金は意外と置いてた方がいいかもっていう感じかな。なくなっても、下で、ジュエルと交換できるんですけど、ジュエル2000で6万はちょっと嫌やなとか思ったりするので、まあ、そのあたりはね、それぞれの攻略方法があるかなと思います。ということで今回は、とにかくこのゲームにハマったので、紹介させていただきました。では、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。